こんにちは、チコです。今回は透明水彩で桔梗と秋の花を描きます。桔梗の周りに同じ頃咲くなでしこやおみなえしを加えてみました。またアクリル絵の具を使った桔梗の絵は動画の説明欄におすすめ動画としてリンクを貼っておきました。水彩画では白は紙の下地そのものの色で表現することが多いので、今回はマスキングインクを使ってみました。私の動画が絵を描く時の何かのヒントになればと思います。そして私の画歴などはチャンネルの説明欄に載せておきました。よろしかったらご覧ください。今回の水彩紙はブロックタイプのウォーターフォードです。紙質は中目です。事前に周りにはマスキングテープを貼っておきました。今回は白い花の場所に色が入らないようにマスキングインクを塗っていきます。水彩紙にはあらかじめ鉛筆で下書きを書いておきました。まず使う前にマスキングインクの瓶をよく振っておきます。中で固まっている場合もあるので1分ほど振っておきます。そして使う分だけお皿に取ります。この時、石鹸水と水を用意します。石鹸水で洗った筆にマスキング液をつけて塗っていきます。マスキングインクは固まりやすいので、できるだけ早く塗らないと筆にくっついてしまいます。花一つを塗り終えたら、一回筆を石鹸で洗って、また塗るということを繰り返します。桔梗やなでしこのつぼみ、そしてなでしこの花の中央も白いのでマスキングインクを塗っていきます。乾かします。この時マスキングインクが柔らかくなって紙の繊維の中に入ってしまわないように冷風がおすすめです。これから普通に塗っていきますので水を用意します。大きめのハケで水彩紙に水を塗っていきます。はじめに空を塗っていきます。その際、雲の場所は塗らずに残しておいてください。次に白い桔梗の周りにちょっと濃い色を入れていきます。マスキングしておいたところは絵の具を弾きますので、こうすることによって後で花の形が出てきます。バッグにはこれから入れる桔梗の花や葉っぱの色を簡単に入れておきます。なでしこのピンク色やおみなえしの黄色の花の色も入れておきましょう。水彩紙がちょっと乾き気味なので、水だけの筆で色を取りながら調子を見ます。こんな感じで色を入れ終わったら、水彩紙を立てたり横にしたりして、紙の上の水分の色を動かして筆跡をなくします。こんな感じで OK です。乾かします。これからマスキングインクを剥がします。ラバークリーナーを数センチ切ってこすります。ラバークリーナーがない場合は消しゴムなどでこすっても取れます。ラバークリーナーは
だいたい200円くらいです。次はまたマスキングインクを鼻の芯に入れておきます。オミナイシの花の点々にも入れておきます。乾かします。キキョウの花を描いていきます。筆に紫の色をつけて、筆先を外側から内側に下ろすように描いていくと、花びらの先がきれいに描けます。つぼみを描きます。白い菊を描きます。まず花びらの線を描きます。次に花の内側にそのままの色で影を入れます。そして水だけの筆で内側から外側にぼかします。2度目はもう少し濃い色で入れていきます。額の部分の色を描きます。オミナエシの花の黄色を点々で入れます。ナデシコの花びらを描きます。花の中心に濃い色を入れておきます。乾かします。先ほど花の中心に入れたマスキングを取っていきます。次に花びらの中の模様を描いていきます。ここからは細かいので入れるかはお好みでいいかと思います。まず花びらの中心に1本、その横に1本ずつ入れます。そして
外側の方に数本ずつ足していきます。白い菊苣の花も同じように描いていきます。花の中心にあるおしべの先の方に花粉の黄色をつけていきます。おしべの根元は黄緑を入れます。オミナエシの花の茎を入れていきます。オミナエシの花はところどころ束のようになっています。そんなことを考えながら少しずつ描き進めていきます。次は茎を描きますが、とりあえず茎の向きが分かるように2センチほどすべての向きを書いておきます。それから途中で枝分かれした茎もあるので、辻褄を合わせるように少しずつ下に下ろしていきます。葉っぱを入れます。今回描いた花の葉っぱはほぼ同じような形でしたので助かりました。花の奥行きを考えながら入れていきました。ここからはお好みですが、長い葉っぱを入れておきました。こうすると風の流れが感じられるかなと思います。その際、筆が止まらないようにはみ出しても勢いよく書いてください。目立たないところから書いていって、だんだん大きくするとうまく書けます。出来上がりました。今回の花の他にワレモコウやススキを入れるとより秋っぽくなりますね。ご視聴ありがとうございました。またのご視聴お待ちしております。